ハインケル HE118、ハインケル HE118、HE118 は第二次世界大戦前にドイツの航空機メーカー、ハインケル社が試作したレシプロ単発急降下爆撃機であるユンカース1087との共作になったが、性能的に及ばず不採用となった。だいブ,ブレーキを有する本格的な急降下爆撃機の開発を進めていたドイツ空軍省はアラド社、 ハインケル社、ブロームウント、ホス社、ユンカース社にそれぞれ試作を命じた。ハインケル社では、HE112 戦闘機を元にして、開発を進め、1935年冬には、試作第1号機が完成、初飛行した。全金属製の機体に、大円形の逆軽式の主翼を持つ、太陽単発機で、フラップが、だいぶブレーキを兼ねていた。また、HE112 同様、 主脚は外側への引っ込め式になっていた。爆弾は後部座席下の爆弾層に搭載し、等下アームでプロペラ回転圏外に投下した。搭載エンジンの異なる3機の試作機が製作され、1936年春からテストが開始された。6月にはユンカース187との比較審査が行われたが、安定した急降下性能を示した187に対し、 HE118 は、降下角度が50度しか取れず、運動性の面でも見劣りした。その後、エルンスト・ウーデットが操縦して、テストを行った際、急降下中に操縦不能になって墜落する事故が発生したこともあり、速度性能では、勝っていた HE118 は、不採用となった。不採用決定時には、試作5号機まで製造されていたが、 その後1937年に7機の量産型が技術局から発注され、飛行学校での訓練やテスト用に利用された。1938年、不採用決定時までに製造されていた試作機のうち、第4号機は日本陸軍へ、第5号機は日本海軍へ売却された。海軍における略符号はダックス1日本陸軍では、 新型軽爆撃機開発の参考資料として利用し、エンジンの配置方法などが98、式軽爆撃機に生かされることとなった。また、日本海軍では本機を艦上爆撃機として使用するために適正審査を行ったが、航空母艦上で運用するには、機体が大きすぎた上に運動性も悪かったため、採用を見送った。しかし、 後の新型艦上爆撃機彗星の開発のための資料となった。なお、海軍の V-3 は1938年7月上旬に急降下実験中に空中分解事故を起こし墜落。パイロットは殉職している。ありがとうございます。